皆さん、こんにちは。女子プロゴルファーの竹村真琴選手をご存知でしょうか。竹村真琴選手はゴルフのみならず、その女優顔負けのルックスでも注目を集め、2021年には初のグラビアで話題となりました。ゴルフ以外でも注目を集めている選手です。また、ホワイトニングを行った後の超絶美人な画像を、ご自身のインスタグラムで更新されたことでも話題となっています。今回は、女子プロゴルファーの竹村真琴選手について紹介したいと思います。そんな竹村真琴さんについて調べようと検索窓に名前を打ち込むと、結婚や旦那という関連キーワードが出てきます。それを見て、いつの間にか結婚したのとファンは驚き、竹村真琴さんは結婚されているのかということや、熱愛中の彼氏がいるのかどうかなどが話題に上ります。また、竹村真琴選手といえばホステスをやっていたことがあるらしいという噂から、彼氏があの有名プロゴルファーらしいなどという噂もあるなど、ゴルフの成績よりも過去やプライベートのことが話題になっています。そんな竹村真琴選手の近況、結婚や引退の噂、そしてお姉さんのことについて調べてみました。2005年、まだ中学生だった時から日本女子プロゴルフ協会のツアーに参加している竹村真琴選手ですが、近年ホステスをやっていたという噂があります。かなり若い時からゴルフに打ち込んでいたにもかかわらず、ホステスをやる時間などあったのでしょうか。噂の真相について調べてみました。実は竹村真琴選手は過去に自身の SNS に赤いドレスを着た写真を投稿していたことがあります。すると、その写真を見た人たちの間でホステスのように綺麗だと話題になっていました。そこからホステスみたいがホステスだったになぜか変換され、竹村真琴選手が過去にホステスをしていたらしいという噂に切り替わってしまったようです。ネット上では信憑性のないことも大きな話題になってしまうこともあるので、竹村真琴選手のホステスだったという噂もその一つと言えるのではないでしょうか。ただ、さすが誰もが認める美人ゴルファーなので、ドレスアップした竹村真琴選手は本当にアスリートなのかと言いたくなってしまうほど美しさであったことは事実です。それを事前情報なしに見た人の間でホステスの時代の写真なんじゃないかと噂になってしまうのも無理ないかもしれません。しかし、よく考えてみれば、前述の通りとても若い頃から頭角を現しているゴルファーなので、ホステスをやる時間があるはずもないでしょう。ゴルファーとホステスの二足のわらじを履くほど生活が困窮していたということも考えづらいので、間違いなく噂だということが考えられます。ホステス時代があったというプライベートのことが話題となりましたが、ゴルファーとして現在どのような活動をしているのでしょうか。竹村真琴選手は1990年5月11日生まれ、大阪の出身です。身長155センチ、体重48キログラムと小柄細身の女性で、アスリートらしからぬ女子力高めのお年頃の女性です。中学生だった時から日本女子プロゴルフ協会のツアーに参加し始め、2005年にはスタジオアリス女子オープンやシャトレーゼクイーンズカップでローアマチュアとなるなど素晴らしい活躍を見せました。そして2009年に日本女子プロゴルフ協会のプロテストに参加し、初受験にもかかわらず合格を果たしています。その素晴らしいゴルフの才能とルックスから、メディアからもかなりの注目を浴びていました。しかし、プロテスト合格後はなかなか良い成績を残せていないようです。そのためか、プライベートなことばかりが話題となってしまうのかもしれません。そんな竹村真琴選手ですが、結婚をしているのでしょうか。調べてみると、どうやら竹村真琴選手はまだ結婚はしていないようです。彼氏の噂についても調査してみたところ、あの有名プロゴルファー石川遼選手の名前が挙がりました。本当に付き合っていたのだとしたら、すごいビッグアスリート同士カップルとなります。しかし、石川遼選手は2016年に幼なじみの一般女性と結婚しています。石川遼選手が結婚していることは誰もが知っている有名な話であるのに、なぜこんな噂が出てしまったのでしょうか。それは目撃情報があったわけでもなく、熱愛が発覚したわけでもありませんでした。当時、石川遼選手が出場していたマイナビ ABC 選手権に竹村真琴選手が応援に来ていたことで、周りの人たちや記者の方々の期待などから交際報道に発展したようです。実際のところ、
付き合っているという事実はなかったようですし、ジュニア時代から知り合いだったことで竹村誠選手と石川遼選手が交際しているのではないかという周囲の憶測に過ぎなかったようです。しかし2009年といえば、竹村誠選手は当時19歳で石川遼選手が18歳だったので、美人さんとイケメンということで周囲の期待が膨らむのもわかる気がします。竹村誠選手はとても美人なので彼氏がいてもおかしくありませんが、残念ながら有力な情報が出てきませんでした。先ほども触れましたが、竹村誠選手と検索をかけると結婚や結婚相手、旦那という関連キーワードが出てきます。しかしどこを探しても竹村誠選手が結婚されたという情報がありません。おそらくまだ未婚だと思われます。ゴルフはもちろんですが、その美しいルックスでも知られている竹村誠選手ですので、さすがに結婚されたら報道されるはずです。結婚や旦那という関連キーワードが出てくるということは、それだけキーワードで検索をかけている人が多いということですが、一体なぜそういったキーワードが出てくるのかも気になります。考えられる理由の一つとして挙げられるのは、2021年に女子プロゴルファーの結婚ラッシュがあったことが挙げられます。2月に渡辺彩香プロ、6月に上田桃子プロ、8月に宮里美香プロと2021年に結婚が続いたことがありました。もしかするとその時に竹村誠選手も結婚したのではないかと思って検索する人が増えた可能性があります。もう一つの理由としては、やはり竹村誠選手は現在32歳という年齢で、美しいそのルックスからも結婚していて不思議ではない、旦那がいてもおかしくない、もう結婚しているのではという憶測のもと、検索数が増えたのではないでしょうか。これほどの美貌の持ち主である竹村誠選手が結婚されていないとなると、過去に熱愛報道されたことがあったのかとか、現在彼氏はいるのかということについても気になるでしょう。そして結婚などが表立って噂される竹村誠選手ですが、引退というワードも話題になっています。というのも、若い頃からゴルフの才能を認められていた竹村誠選手なのですが、プロテスト合格後なかなかこれといった成績を残せていません。ゴルフ以外のことで話題になることが多々あるのですが、プロゴルファーとしてのプレイヤー成績が話題となることがないのが現状です。ただ現在引退宣言をしているわけではなく、引退したという情報もありません。まだまだこれからプロゴルファーとして活躍する機会も残されていると思います。そんな中、2022年11月24日竹村誠選手が自身のインスタグラムを更新しました。翌年度の JLPGA ツアー及び JLPGA ステップアップツアーの出場資格を決定するためのポリファイングトーナメントを断念したことを明かしました。同月22日からファーストステージが開催されているクオリファイングトーナメントについて、竹村誠選手は、なぜ私が今年のクオリファイングトーナメントを断念したのでしょうか。皆様にご報告したいと思います。私は長年、先延ばしにしてきた関節の問題を解決するべく、手術をしないといけない状態です、と説明しています。その上で、そのため今年は無理をせず、手術も近いため、クオリファイングトーナメントを断念せざるを得ませんでした。手術が無事に終わり、また元気な体に戻ったら来年は出場したいと思います、と報告していました。フォロワーからは、元気な姿で帰ってきてください、しっかり治して来年また元気にチャレンジしてください、頑張って治してね、ずっと誠さんのことを応援させていただきますよ、など温かいコメントが寄せられていました。いかがだったでしょうか。今回は竹村誠選手のこれまでの経歴や私生活を見てきました。美人プロゴルファーの竹村誠選手ですが、お姉さんが2人います。もちろん2人とも美人です。長女の竹村真奈美さんは女優として芸能活動をしており、次女の竹村千里さんは竹村誠選手と同じくプロゴルファーです。いわゆる美人三姉妹ということになります。長女の竹村真奈美さんはプロゴルファーではありませんが、ゴルフの経験もあるそうです。きっと三姉妹の中で竹村誠選手が一番ゴルフの才能が高いのではないかと思われます。そう思うと、まだ引退せずもう少しプロゴルファーとして頑張ってほしいと思います。ただ美人ゴルファーとして注目されてきた竹村誠選手なので、
引退してもタレントとして芸能活動することもできそうです。今後の竹村誠選手の活躍に注目したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。